はい、エッチの島席でございます。すいません、降りまーす。あ、すいません、ありがとうございます。いろんな観光バスに委託してるんだね。令和新潟観光バス、初めて聞いたよ。2回目と3回目が新潟観光バスで、一番最初なんだったら中型のねバスが、で大光バスのバス停がこんな感じ、バス停付近がこんな感じで、やっぱ中心地ですよね、完全にね。村とは思えないよね。割といい町だよね。関川村かな、新潟県の関川村っていう村になりますけども、そこに郵便局もあるしね。これなんて、これわざわざ作ったのか。所有者にご購入って使用させていただいてますか。あ、じゃあここのお家のスペースなんだ。あー、私有地。すごいね、それもね。このバス停自体があんなに怖いな。バス停の停留所のもないし、ね、まあいいや。とりあえず駅どこだっけ？あれか。あ、違うな。あれ普通のバス。違うな。これは新潟交通の営業所か。これは一般の普通のバスですね。で、肝心の駅は、あれ？道に迷ったか。そこだよね。そこが線路だよね、この盛り土みたいになってるのか。一応そこに看板が書いてくれてるから。あ、もう目の前か。なんだ。つい最近まで職員がいたって書いてあったな。新しいんだよね。こっちかな。はい。1号、下関ですね。はい。下関って読むようですね。開業は1931年なんですが、1995年に簡易委託になって、それまた普通の駅だったんだね。で、2023年に簡易委託を解除、終日無人化、2023年1月1日。ということは去年の1月か。去年までは、まあ、簡易委託といえども、駅員さんがいらっしゃったってことですよね。関川村、まあ村とはいえども、結構、しっかりした市街地っていう感じがするところだから、まあ駅員さんを配置してたのかな。委託といえどもね。これがいいよね、なんかね。これね、ポストあり、ね、トイレあり、水飲み場もある。まあこれ出ないだろうね、さすがに。改札外トイレ、ここか。ここのトイレは2022年2月1日をもちまして封鎖させていただきました。改札内のトイレって。あ、でも電気もついてる。すごいな、ここ。お邪魔します。おお、本当だ。窓口。本当だ。ね。もう今にも駅員さんが出てきそうな雰囲気だね、これね。やっぱここなんかね、ベニヤかなんかで、こう、もう、見えないようにしちゃうようなパターンが多いけど、カーテン閉めてるだけなんだね、これね。ここがあれかな？改札してたのかな？場所ね、きっとね。で、中はまあ広いね、広いけど。あ、これなんか、ね、大したもんじゃ祭りとか書いてあったな。そういやな、どこ行った時だったかな。
82.8メートル、重さ2トン日本一。おお、そうっすか。あとは他の駅でもあったのと同じようなものですね。だとこれね、お金どうやって払えばいいのとか。これ待合室だね、綺麗だね。開くのかな、開く、開いた入れるし、エアコンある、すごいね。でも停止中になってるけど、でもエアコンついてるのね、すごいね。ね、関川温泉郷、すぐ近くあるんだよね、これね。道の駅の近くに、道の駅の近くに温泉があるらしいんですよね。ちょっと行きたいんだけど、これ読めないよな、キラ温泉って。キラって読めないよね、これ。雲母だろうと思ったけど。あ、でも、高瀬温泉、湯沢温泉って駅からそんなに離れてないんだな、これ。ちょっと歩くのは大変かもしれないけど。電気ちゃんとついてるからね、なんかすごい明るい感じで、なんか安心するわ。階段を渡り向こう側のホームでお待ちください。まだこんなの残ってる、まあ残ってるよね、まだね。開くよね、開いた。トイレはこじつかいで書いてあったから、まああれなんだろうね。名所案内があるよ。国鉄時代からあるやつだよね。あ、さっきの渡辺邸もあるね。越後関川温泉郷、関の、桂の関、桂の関温泉っていうのかな。バスタクシーで10分ぐらい歩いて行けると思うけどな。2面2線ですね。これなんだろうな、これ。構内踏切があって、あったわけじゃなかったかもし、どうなんだろうな、どうだろうな、これは分かんないな、さすがに。でもここに階段ある意味ないもんね。古戦場、古戦場ここにあって、あったかもしれない、これもしかしたら。で、出入り口に直結してたかもしれないのかな。設備立派だね、2面2線でね、4両。昔急行とかも止まってたって書いてあったかな。古戦場が使える、使えるね、行っていいんだ、行っちゃダメって書いてないよね。よいしょ、何だろうこれ、何の虫だこれ。ほとんど使われてないから虫だらけ、蜘蛛の巣だらけ。いやこっち側に番線、坂町方面です。坂町方面、こっちが坂町か、違うよ、こっちが坂町方面か。これはいつやったんだろうね、待合室だよね、どう見てもね。で、書いてあるじゃん、待合所って書いてあるよね。昭和、ちょっと見づらいな、ここが肝心から見えないな。外から田園風景だね。あ、広いな、さすが新潟県だね。ここ新潟でいいよね、新潟県だよね、関川村って。まあ、越後平野じゃないけど、やっぱり稲作が広いよね、田んぼが広、水田が広いよね。これくらいでなきゃね。あれ？ちゃうな、2面2線じゃなくて切り欠きホームがある2面3線だったっぽいね、これ。これ一番奥にあるよね、これね。そこにホームがある。あ、じゃあ切り欠きホームでここで貨物を乗せてたのかもしれないな。運搬してたかも、あそこに倉庫あるしね。
何かしら農協って書いたのかな、木材って書いてるのかちょっとよくわかんないけど、あの上に書いてる文字がこの辺に書いてる文字がよくわかんないけど、雪って書いてある。ラッセル社か。駅からの観光マップなんかも置いてあるし。10分、15、20、25分。温泉まで25分か。あ、でもいい感じのルートだな、これね。渡辺邸行って、歴史を学んで、で温泉ゆっくりして、あ、いいね。温泉ぐらい行かね、行けねえかな、今日。どうだろう。やっぱこれ埋めたんじゃねえかな、ここ。そんな気がするけどな。あ、じゃあここだけコンクリートで。改札内のトイレ使ってくださいって書いてあったけど、さあどうでしょうかね。じゃじゃじゃん。あ、ちょっと古いかな。あ、でも男性小便器はこんな感じだし。あ、ちょっと映ってた。和式が多いな。あ、ここね、これね。あ、線路がまだ残ってる。残ってる。米とか運んで、農産物とか運んでたかのかな。なんか米農家が多そうだから、木材じゃないと思うんだよな。どうだろうね。木材倉庫って書いてるっぽいな、あれな。どうだろうな。こんなバラブキはのまだ残ってんだね。ここじゃねえか、渡辺邸っていうのは。あ、違うかな。なんか昔の街道なのかな、この辺は。どうなんですかね。なんかお医者さんらしいんだけど、なんか昔風だよね。これかな、渡辺邸だって。一般公開もしてるのかな、してないのかな。あ、入り口って書いてるね。ここ村役場か。あ、役場だ。早期復旧を。入り口。今日は、あれかな？なんかいろんな建物があるな。これが道の駅でいいのかな。どうなんだろう。なんか駐車場やたら多いな。ふコラコラッシェ。
あ、フィットネススタジオって書いてある。あははは。あれだ、あれだ、奥温泉。はい、はい、ちょっとね、越後下関、だいたい2時間半ぐらいの待機時間があったので、ちょうど足休めっていうか、歩き疲れてきたので、ちょうどいい感じでそこに天然温泉がありまして、天然温泉ユーラーっていうのかな、はい、使ってきました。あ、割といい感じの温泉で良かったと思います。温泉がね、大体40度から41度ぐらいで、私はまあ暑いの好きじゃないんで、ちょうどそのぐらいの湯加減がこうゆったりできるような感じで大変よろしかったです。内湯とジャグジーが真ん中にあって、あと露天もあってって感じかな。あとサウナも、まあサウナは私あんまり好きじゃないんで利用しませんでしたけども、サウナと水風呂もあってっていう感じで、一通りの温浴施設があって大変良かったなと思います。ちょっとまあ一般の人が利用するのはね、入浴料が700円かかるっていうのはね、若干高いかもしれないですけどね。ちょうどこれ見えるかな、そこにこんな感じね、未知の駅に併設されておりまして、その中にある、天然温泉施設になる。いろいろあるんだよね、このなんかお年寄りから高齢者に向けてのなんか健康増進施設っていうのかな、フィットネススタジオって書いて、ポラッシェって書いてあったりとか、あと何だろう、なんか観光案内所、結構大きめの、どこだっけ、トイレもこんな感じでね、大変綺麗ですね。あ、あれね、なんて書いてあるの、観光ちょっと読めないんだよな、観光なんとかセンターって書いてあるんですよ。その割にはなんか地元の子供たちが遊べるような公園があったりとか、地元の子たちがなんかさっき自転車でね、なんか遊びに来たりとかして、割とこの辺の地域の住民の憩いの場所になってるのかなという印象です。まあかなり広い道の駅の、駐車場も大変広いですし、まあ、そこ今信号ありますけども、国道沿いにある道の駅ですので、大変にぎやかなところでしょうかね。道の駅はにぎやかですけどね、 JR の鉄道の駅はもう閑散とした感じで大変対照的ですけども、ただまあ代行バスの停留所からも、まあ、ちょっと歩きますけどね、10分もかかるかかからないかぐらいかな。道案内とかも駅からの代行バスの停留所からも道案内がしっかりしてるんで、迷わずにここへ来ることができると思うので、まあ、ちょっと遊びがてら寄るのはいいんじゃないかなというふうに思いました。はい、ちょうど今これで28分か、あと27分ぐらいか、もう来ちゃうな。はい、じゃあバス停駅に向かいたいと思います。はい、今度は車で来たいかな。はい、以上です。来ましたね、来ましたね、来ました。別のバス会社だった。あれこそですね。あれは間違いないね。蔵王観光。どうなってんだよ。分かんねえ。海すらできないから。すいません、お願いします。誰も乗ってないか、誰も乗ってないね。
次は越後大島です。